よろしくお願いします。よろしくございます。というわけで、スマッシュはやっぱ試合出る人ね、大事だと思うんですね。今日は高校生プレイヤー、オーシャン君との練習の第2弾です。今日はもう本当にこうスライスロブ、すごくこう深いところまでギュンと伸びてくる感じのところ、体が目いっぱい伸びてもしっかり抑えられるように練習をしてきました。このチャンネルではこういう感じで、元関西大手テニススクールでジュニア育成部門のヘッドコーチをやってた私が、全国トップレベルのジュニアから老若男女、一般のテニスプレイヤーの方までたくさん指導させていただいた経験を生かして、これだちょっと試してみたいなと、明日もテニスしてみたいなと思ってもらえるような情報発信を目指していますので、気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。では行ってみましょう。深いボールに対するスマッシュです。どうぞ。オッケー、じゃあ同じね、逆クロスに。今のぐらいでもかっこよく抑えるようにいこう。で、まあ、男子の選手とかがよくやってるのを見ると、ああいうボールを打つときも最後本当にこう手首だけで打ってるようなイメージがあると思うけども、ほんまに手首で、まあ、ボールの上からこう蓋をするようなイメージです。で、使い方のポイントとしては、要するにこうクッて手首で押さえるっていう感じよりは、頭よりもまあ前でうまくこう腕が振られてこう出てくる、こう出てくる感じのイメージの、ちょっと前に肩の動きが止まって、ちょっと前に肘の動きが止まって、この辺で最後手首だけが動き始めるっていうイメージで思うと、体に無理なく手首痛めることなく、そうそうそう、ここの振り自体は変わらないんだけど、前に持ってこれて肩が止まる、肘手首っていう感じよりは、この辺から止まり始めてこういう感じで入ってきて、頭の後ろでボールを捉えていく感覚なので、気をつけるのはさっきやったこうやって回さないことね、体を回さないことと、最後頭の後ろでしっかりとやっぱりフラットに近い形で当ててあげたいんで、ここの感覚をしっかり持つことやね。ちょっと横向いて形を作ってみようか。で、そう、多分今まで打ちやすかったのはここで、もうちょっと上がってきてるイメージだね。この辺で捉えたい、この辺で捉えたい、うん、ともう完全にこう体をこうやって向ける、多分余裕全然なくて、ほんでここで捉えて、こういうイメージね、あくまでイメージよ。で、今みたいに腕が伸びた状態でこういくと、これハイボレー、これ力入らへんから、必ずこうサーブと同じような形で、そう、上がっていって蓋をしてあげる。で、まあ、連続写真とかで見るとこうやってなんか上向いて捉えてるような感じはあるけど、まあ、結構視界から消えてるケースも多いと思う。もうここはそんなにインパクトが綺麗にこうやって目で追えてるかっていうと、別にそんな必要はなくて、この辺まで感じ、まあこの辺やろなっていう想像で、ここはもう位置能力がしっかりあるんで、ここでしっかり当てれるぐらいの感じでいいと思うんで、大事なのは体のバランス、開かないように押さえておくことと、真ん中にしっかり当てることを意識して、腕は伸ばさずにこのボール投げの動作っていうのは入れながら捉えていく。うまい、今良かったんちゃう。そう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 、まああとは自然になってると思うけど、右足で踏み切って左足で着地する部分ね。そうで、バランスを取るためにこの右足は前に上がるような感じ、そしてなってこう後ろにこう蹴らずにトンとこう前に上がるような感じ。そう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 、うまい。そう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 、そう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 。で、試合になるとなぜこのスマッシュが必要になるかっていうと、まあ、やっぱりボレーを意識してるんで下がるのが遅れるってことが一つと、あとやっぱりスライスでロブを上げるケースが多い。相手がやっぱりやばくなってくるとスライスで上げてくる。で、やっぱりスライス得意な選手、しっかり回転かける選手がスライスロブを上げると、スピンのロブと比べると落ちてこないイメージになるよね。なかなかこう落ちてこない、で奥に向かって伸びていくボールになるんで、トップスピンだと落ちてくるなと思って、こう目測でしっかり合うところが意外と落ちてこなくて、ボールが後ろにこう流れていく。だから今のちょうど頭の
後ろでこう取るタッチがないとなかなかスライスロブに対する対応が難しくなってくるんで、今のところの頭の後ろ、今からどんどんスライスかけてロブを上げていくんで、あそこにしっかり叩きつける。で狙うコースも全く一緒で、あそこです、あそこです、まあそこにしっかりと持っていく。でその後の続きの動きも取れるように、打ったらしっかり前に戻る動きを入れながら、ナイス、これ難しかった、おお、ナイスナイス。今のでちょうど多分ね、コーナーここに入るぐらいのロブやわ、うん、あそこまで抑えれたら大丈夫。今のは若干スライスの回転が少なかったからちょっと余裕はあるよね。あれに相手のスライス回転が多いと、もっと奥に伸びるボールになる。オッケーなしょ。じゃあより自分にプレッシャーかけるためにちょっとだけ前入ろう。そんな入っていい？ちょっとでいい、ちょっとでいい。チーズ。ああやって今みたいに失敗するときってすごく体使ってる感じがするやろ、多分こうグッてこう使ってしまった。できるだけスマッシュは腕だけのつもりで。チーズ。スライスでなかなかボールが落ちてこない、奥に伸びてるイメージが欲しいから、ラケットの面も下向きのイメージからもう少し地面と垂直ぐらいまで起こしてきた方がしっかり当たる。手だけ OK、 手だけ OK、 手だけ OK。いい時はやっぱインパクトのラケットの形がこうしっかり横に倒れてる気がする、悪い時はちょっとこうまっすぐ取りに行ってるんかなっていう、この返す方向がこういう腕の形になってるから、この角度なんだよね、返せる方向って。これをまっすぐのイメージで返してしまうとちょっとエラーが出てるのかな。ナイス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 コース、ナイス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 コース、ナイス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 コース。じゃあ1球目前詰めてフォアボレで、2球目今のスマッシュ、チーボレーして、ボレーして、まあ今スマッシュ来るって分かってるけど、スマッシュが来た時に一番最初に動かす場所ってどこ？足、まあ足でいいと思いますけど、厳密に言うと左肩と足なのね。人間はどちらか、人間の歩き方って必ず手と足ワンセットで、手の方が先って言われてるね。出る時は絶対こう、絶対めっちゃスローでやるとこうなのね、うん、こうじゃなくてっていう感じが自然の動作っていうことからすると、まあ手と足を必ずセットで動かすっていうところと、スマッシュで言うとこの状態からもちろんこう引きたいよね。でこう引く時の前にこの動きを必ず意識する、うん、でこう入ってくると結局左手の左側からボールを見るっていう、このスマッシュの基本の形が生まれる。プラス特にこういう難しいスマッシュの状況では、体の部分のどこを注意しておきたいかというと、肘を上げておきたい。肘が下がってしまうとどう頑張ってもボールまでの距離が長くなってしまうよね。だからこの状態から実際の試合でボレーしました、来たってなった時にまずこれを作る。で左肩がこう前に入ってくるから、まあ、この勢いでそのまま足をグッと横に入ったらいいんだけど、イメージとしてはこれを作る、これ作る、足引くみたいな感じにした方がいい。まず足こうっていうよりはこういうイメージ。じゃあチェックポイントとしては左手の左側からボールを見るっていうことと、肘を必ずそう高く上げる。そうで、まあ、このラケットの面使いとかはうまくできてるんで、ちょっと下向きでこの形をね、これが下がってしまうと良くないし、まあ、上がりすぎも厳密には良くないんで、ちょうどこうまっすぐぐらい、ここ90度ぐらいの形をボレーバーン上がったパッっていう、ここの形をしっかり作る。よし、ボレー、おーし、めっちゃOK、もうちょい、
ネットで生きてるっていうのはいいことやから、しっかり抑えられてるってことや。オッケー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 、オッケー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 、オッケー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 。ちょっとねスピード的には不満かもしれんけど、あそこから今真ん中は立てないから、真ん中に当たったら、特に男子はもう真ん中に当たったら絶対に勢いのあるボール行くんで、あとはもうあのフォームで、あの使い方で、とにかく真ん中にしっかり当て、グッド、ナイスショット。さあ最後めっちゃ厳しくいくわ、グッド。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか。あの体全体じゃなくて、うん、手で打つっていうのは、うん、結構感覚も出て、うん、いい感じだと思います。あのまあこれ言葉の悩みもあって、全くの初心者の人に手だけで打つっていう教え方はもちろんしなくて、ある程度テニス歴積んでくると、ほっといても下からの運動連鎖って上がってくるし、王ちゃん君ぐらいしっかりサーブを打てる選手はもう体は自動的に使える。なんでイメージの中で手だけっていう意識にしとかないと、どうしても体をねこうグワッと使ってしまうとブレにつながってしまうので、ああいう表現をしてます。だ結構効果的でしょ、はい、でラケットをねちょっと左側に倒す感じでインパクトしてあげると、本当に打てる幅が広がるんで、打てる幅が後ろに広がれば広がれるほど前に詰めれるから、これダブルスにおいてもシングルスにおいてもすごく優位になっていくので、サーブは体を使う、スマッシュは手だけみたいな感じで覚えてもらって、あとあのコースね、あのコース、あのコースに 100% 入るように自信をつけとけば大丈夫です。はい、他のところに打つ、打てた方がもちろんいいですけどね、あそこを打てれば他のところも打てるようになるので、はい、まずあそこをねしっかりと鍛えて頑張ってください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Street.